お願いします。イエーイ、はい、よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。お願いします。よろしくお願いします。なんかこのシーンとする感苦手ですね。ああ、もうなんかラジオっぽくていい。ラジオの出てる時って感じ。始まる5分前ぐらいは緊張する。始まるとそのぐらいかね。今日が終わってしまう。俺ずっと固まってる手しとくんで。そんなんやめてくれ。私はどうしましょう。私は固まってないです。フリーフリーで。寒いのってここはもう長いんですか？ FM にいるのは。7年ぐらい。何ですか？あ、そうですね。私が高校生でしたもんね。そう。高校生でした。7年になるんですか？年取るわけですよ。7年、7、あ、そうですね。17ですもんね。私が、あ、年がバレる。24歳。25になりましたかね、今年。え、これあの年の暴露大会ですか？大丈夫ですよ、全然。全然大丈夫。地球回ってますから。本当に。もうあの高校の時にはもう25では結婚して、子供が2人ぐらいいるではないかと思っていたんですが。わかります、その気持ち。おかしい。おかしい。おかしいなと思って今。気持ちわかります。おかしい。若いはずなのに。さあ、45秒前になってきました。よっしゃ。これなんか かけた方がいい。多分あの自分のモニ声のモニターが来るんで。これは本番の時聞こえる感じですか？そうそうそう、了解です。あの新しいウルトラマン的な感じ。8、7、6、5、4。あ、2時ですの後ですね。始まりました。イエーイ。今日のパーソナリティはチョンタとキャベツです。アッシーです。イエーイ。で、すみません、アッシーって言いました。初めて、今日初めてなんですが、なぜかゲストも連れてきてしまいまして。はい、よかったよかった。よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、後で突っ込みたいと思います。ここでね、メアドの紹介お願いします。はい、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。
メールアドレスは fm79@fm-nirai.jp です。懸命に番組名書いていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。お願いします。なんかはしょったな。緊張しすぎてちょっとドキドキしてます。こんなにイケメンに囲まれることがないので。やった、イケメンって言われた、イケメンって言われた。嬉しいです。ちょっとじゃないです、すごい嬉しいです。今週のテーマはフリートークとなってます。イエーイ。まずはじめにね、今日から新メンバーアッシーが。どうもアッシーです。あの今謎多き男でやってるんですけど、どうせ全部バレてしまうんで、いろいろ謎多き。じゃあとりあえず自己紹介、アッシーさんお願いします。名前はですね、アッシーで、アッシーでお願いします。アッシー、履歴が多すぎてどっから行っていいのかっていうのがまず分からなくてですね、あの本当のガチの履歴が、はい、ジャニーズの裏方から入りまして、お裏から入って表から出ようとしたら裏からまた出るっていう、わーい、まあ、気まずいと思ってしまった。まあ、コンサートスタッフで映像を、作ってて、はい、で辞めて沖縄戻ってきて、で沖縄プロレスに入って音響とリングアナウンサーをやってまして、で、まあ、沖縄プロレスがなくなったわけなので、まあ、大阪でまた別の団体になって、ほうほうほう、で沖縄のまたちょっと某プロレス団体のとこにも入ってすぐ辞めて、うん、で今あの琉球大学プロレス同好会の特別顧問をやらせてもらってまして、お、はい、皆様、琉球大学のプロレス同好会どこでも出張行くんで、よろしくお願いいたします。結構はしょったんですけど今。まあ、これからずっと出てもらうので、はい、少しずつ突っ込んでいきたいかな。あ、よろしくお願いします。で今日はね、ゲストでザ・ラブレターズの平さん来てます。はい、はい、よろしくお願いします。ザ・ラブレターズでベース担当してます、平康介と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ザ・ラブレターズどういうバンドなんですか。優しい、聞きやすい、そんないいロックバンドでございます。曲を主に作ってるこのギターボーカルのツバサニーニーの、この人柄が本当にそのまま出てるような優しいロックっていう感じですかね。なるほど。結成はいつ、結成、ザ・ラブレターズに改名したのは、2011年なんですけど、もうその前にもう2000何年かな、一応忘れたんですけど、あのこの元ザ・サンデーズというバンドでやってたんですよ。それを入れるともう13年くらいはやってま す, いす、ね、はい、結構長いバンドですね。で今キャベツネスが手に持っている、はい、これなんだ。これはですね、このザ・ラブレターズが今ちょっといろんなところに、配っているポスターでして、はい、来週の土曜日、10月7日の土曜日と10月8日の日曜日に、ザ・ラブレターズ待望のですね、シングルを発売することになりまして、そのレコ発ライブの、ポスターとなっております。はい、来週土日に、土曜日に、発売することになっていますので、ぜひその、曲名、シングルの有名人という曲も後からちょっとかけてくれたらなと思って、はい、はい、今日来ました。はい、よろしくお願いします。ベーシストの方だったなと、はい、私も唯一弾けるものがベースでした。ああ、そうなんですか。もう今はもう申し訳ないんですけど、あんまりやってないんですけど、うん、そうなのね。でメールが来ていました。メール私が読んでもらっていい？あ、はい、お名前は福地様からですね。男性の方からです。好きなジャンルは J-POP ということ で、メッセージです。ザ・ラブレター
皆さん、これからキラキラ輝き続けてくださいね。応援しています。リクエスト曲がキラキラということで、ありがとうございます。今日のリクエスト曲はキラキラ花火がありますか。今日はちょっとあのそう申しますので、はい、今日は有名人という曲を歌いたいなと思いますので、はいはい、福地さんありがとうございます。ありがとうございます。男性の方からってあんまりないから嬉しいですね。女性からもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あ、ですね、はしょりすぎてて忘れてたんですけど、私、東京で音楽の専門学校行ってまして、で、先輩がですね、EXILE の ATSUSHI さん。で、同級生が、ま、DEEP っていう、ボーカル男性グループ EXILE の事務所の DEEP ってグループの慶生っていう元ドレッドヘアの方が同級生なんですけど、私だけ全然全く何もオーディション受けても落ちる、オーディション受けても落ちるっていう、なんかキャラクターお前ないわ、毎回事務所側に言われるっていう。アッシーは何志望だったの？ボーカル志望です。ボーカル志望で、そうなんだ。で、歌ってもまあまあ普通普通って全毎回普通普通言われてて、あ、そうなんだ、お前沖縄だけどあれだな、普通だなって沖縄だとなんか思われてる、なんか、いや沖縄イコール歌うまいし、なんか拍の取り方 もう裏 で全部取ってるってイメージがあって、で、やっぱクラスのトップのクラスには同級生、あの糸満高校、あ、自分オロク出身なんですけど、オロクの沖縄水産高校出身で、で、糸満高校の同級生が同じ学校のトップグループにいたんです。ほうほうほう、すごい。そいつが毎回毎回かっさらうし、オーディションも全部受かるし、うわ、なんか嫌だな。俺、かませにです。完全かませにです、毎回。そういうことか。もう毎回、で、いつの間にか、あの、オーディションとか学校のオーディションとか呼ばれて入ってったら裏方なんですよ全部カラオケのボタン押す係なんですよずーっとなんでもうずーっとピッ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 って押して、もう、いや、もうこいつこの曲歌うなと思ったらもうすぐ先にもう入れといてで、もう全部音合わせてピッ、もうすぐ相手が入った瞬間に歌えるようにずーっと、もうドア開きました、マイクスタンドのとこまで来ます、立ちます瞬間に音鳴らすっていう、うん、じゃあそこはプロなんだね、はい、その才能がもうあったんですね。テンポだけ掴んでしまうで、はい、キャベツさん、なんでキャベツかになったかを説明しないといけないですよね高校の時に北谷高校だったんですけど、この北谷高校の放送部でラジオをやらせていただいてて、ほうほう、この時にミキサーでお手伝いしていただいたんですよ、ちょっと。で、その時の話でなんか最近あったってことでキャベツが高かったんですよ野菜を買いに行ってキャベツが値上がりしてて、カネヒデもユニオンも三栄もキャベツが高い、なんでっていう話をしたんですよ、ラジオそうするとすごいなんかキャベツっていう単語を気に入ってくれてで、ずっとキャベツキャベツ、じゃあタマナーでしたっけ、タマナーって言った方がなんか面白いからペンネームをキャベツにしようっていう話あとピッコロさんが好きで緑だからとかいうので緑好きがなんかあって、もうじゃあもうキャベツだよっていう感じだったんですけど、そうです、高校の時からのなんかお知り合いで、そうそう、キャベツと大根の話をした気がするキャベツと大根、なんかなぜかキャベツだけを気に入っていただいて、なんか一生懸命キャベツについて語ってた考えたら変な話ですよね、高校生が野菜が高いって言って怒るっていうのは、主婦の話、主婦のじゃあ平さんはなぜ平さんなんですか親が親が2人とも宮古島出身で、で、お父さんが平で、お母さんの旧名旧姓も平で、だからすごい重なってすごく濃ゆくなったっていうことなんですけど、平が濃い
くださって。自分は生まれ育ちは宜野湾市です。はい。親が都で、はい、親が都で、もうみんなこっちに移ってきて、でそこで生まれ育ちましたね。うん、音楽やるとき最初からもうベース志望だった。あ、最初からベース志望でした。もう中学校の頃にいとこのお兄ちゃんが、はい、バンドをしてて、そのライブハウスに初めて遊びに行ったときに、いとこのお兄さんが、お兄ちゃんがベース弾いてて、それ見てかっこいいなって思って、それで始めましたね。でちなみにこのザ・ラブレターズの前身であるザ・サンデーズっていうバンドのベースはそのいとこのお兄ちゃんだったんですよ。でお兄、そのいとこのニーニーが辞めて、しばらくして自分が入ったっていう感じですね。なんか縁があるね。はい、縁があると思ってます。本当にすごくやりやすいバンドなんで。でドラマーは自分のお兄ちゃんになってるんですよ。兄弟でお兄ちゃんになってる、はい、本当のガチの兄弟で、はい、はい、でなんかちょっと聞いた話ではまた別バンドをやってると、はい、別バンドもいろいろと高田健二&ザ・タイラーズという、タイラーズ、そう、自分と、ドラム兄ちゃんと、あと、はい、いとこがギター上手い人がいて、それで3人でタイラーズってやってます。なんかいいですよね。もう家族でバンドやる。うちもお姉ちゃん2人いるんですけど、うん、じゃあバンド組もっかって言って、お姉ちゃん、いとこで、いとこの妹、俺抜きです。あれ、あれ、声かかるんだった。あれ。もう全然声かかんないです。お前はいいって言われて、気がついたら結成されてたんです。結成されてで、お姉ちゃん入れてって言って、お前何も弾けんだろうって、楽器持ってないのに何も弾けんだろうじゃなくて、まず誰も楽器も持ってないし歌えないし、でもう俺ずっと歌頑張ってたんですけど、誰も聞いてくれないって、お家でずっと熱唱するっていうだけの。足、そういったちょっと残念なことが多いよ。残念なことがガチで多い。そう、残念話が本当面白くて、俺すごい好きだよ。残念話。残念。残念っすね。意外、本当に残念なことが結構多いっすね。他は印象に残った残念なこと。印象に残った残念なこと。なんかいっぱいありそうだな。いっぱい、ね。いや、いっぱいあり、いっぱい、もう今。結構引き出しもめっちゃ100個ぐらい今開いてる状態なんで、どれが面白いかなと思って今、まあその時間が放送事故になっちゃうんで、どうぞ回します。ベースの話あ、どうぞ。そうです、私も唯一弾けるこの弦楽器っていうんですか弦楽器ベースですね。今思い出した、高校の時に初めてバイトしてめっちゃ頑張ってお金貯めて、なんだ、あっちパークアベニューの、あー、テリア楽器、テリア楽器でベースを買って抱っこして抱っこして、もう嬉しくてベースを抱えてバス乗って帰ってきたえ、そのベースを忘れなかったんですか大丈夫です、ちゃんとギューって抱っこして帰ってきた。でも やったんでしょ。やりましたね、高校の時はそれなりに頑張ったんですけど、ちょっとバンドってか軽音楽部までは行ってやってはいたんですけど、もう放送部の活動がメインになって、でこの一緒にバンドやってた人も別の人と組み始めたり、なんかやりたい曲がなんかもうすごい変わっちゃってて、最初はもうみんなでいろんなのやろうね、好きな一人一人好きな曲をグループの1個ずつ練習できたらいいねってだったんですけど、このボーカルの女の子がすごい恋愛の曲が好きでちょっと私は恥ずかしくて、高校生の時どっちかというともうグレーとかラルクとか爆竹とか聞いてた爆竹すごいっすね、今いいでもうドラムの子はマキシマムザホルモンが好き、もう対立がすごくてですねマキシマムザホルモンをやろうとしてる、ホルモンをやろうとしてる人の前でこうなんか甘いこの恋愛の曲をやろうってなった時にもうどうしてもちょっと合わないね、一回
別のところでやってみましょうって話になって、もうこれからもできなくなったんですけど、どうにかやっとけば今よかったなと甘い曲でも弾けたらよかったなと。ちなみにうちメンバーもう一人、もう二人いるんですけど、はい、女性一人は歌手、そうですね、タモクリスっていうバンドで音楽活動してる子がいるんですよ。ああ、そうなんですか。国際通りのなんて歌姫っていうところで、毎週日曜日かな今日かなライブとかやってるらしくて、へえ。メンバーがいます。はい。もう一人はどっかの店長。どっかの店長つながりでアッシーが来ました。はい。まあいろんなつながりでこんな巡り合うっていう。面白いよね。ですね。で元メンバー元っていうのまだ辞めてないの。辞めてないのかね。ディースケって前にいたんですけど、何かの縁で知らないんですけど。ラジオやってて、はい、うちの会社面接に来たのよ。そうですよね、面接来るまでこの会社って知らなかったんですよね。何も教えてない。面接会場であってなったんですよ。メンバーだってなったんですね。そう。お気合わせもいいですね。気まずで、ちゃんとうちの会社に入社しましたけれども。おお。よかった。聞いてるかな、ディースケ。メールくれよと思うんだけど。聞いてても恥ずかしくてメールしてくれないじゃないですか。ね、でところで、ところで、はい、あ、流したいなと思ってまして、あ、はい、イエーイ、どうもありがとうございます。タイルさんからの、はい、紹介の方、はい、じゃあよろしいですか。はい、ザ・ラブレターズで有名人聞いてください。パナから俺が外しまくるっていう。いいんじゃない。ユースマースも流れてるんで、はい、普通に喋りして変わらないので、はい、で後半はタイルさんのバンド、はい、ちょっと突っ込んでいきたいなと思って。お、はいはいはい、どうぞ何でも質問してください。あ、いや、この曲ですよ。あ、はい、そうですね。この曲だけ自分が作ったんですよ。おー。さっき自分がしたんですよ。はい、普段はこの、はい、作詞作曲ちょっとやって、それがバンドで採用されて、はい、人生初のバンド採用した音楽なんですよ、これが。いいっすよね、採用されるのは。そう、嬉しい。俺毎回友達のバンドに送ってるのにもかかわらず、うん、採用してもらえなくて5年後ぐらいとかに採用されるんですよ。あ、ほんと。あの、聞いて、久々に友達が CD 聞いてパッてたら、これすげえみたいな、何この EDM って言われて、 EDM で作ってないから。まあ、あげるから使ってって。ああ、すごいね。それでメンバー入れてくれって頼んでるんですけど、うん、無理って言われる。人いっぱいだから無理って言われる。30秒で目切ります。ございます。有名人になりたいなと思いましたね、本当に。そうですね、なりたいです。
有名人。まず有名人になったらキャベツさんは何を、どんな有名人になりたいですか？そうですね、有名人になれたら、そうですね、あの好きなお笑い芸人さんとか好きな俳優さんとかにタックルしたいです。え、レスラーの方ですか？ハグはもう皆さん知ってるじゃないですか。この有名人印象づけるって言ったらもうタックルかなと思って。多分 何人か多分肋骨折れましたっていう人出てくるんです。完全にガッて言ってやりたいなっては。もう たまに本当にタックル入れた時肩が肋骨に入って折れる人っているんですよ、はい、そうですね。パーンって言って肋骨は簡単に折れるらしくて。そうなんですね。肋骨じゃあ気をつけます。はい、軽く軽いで昔の知り合いのレスラーが言ってました。で有名人ってことでザ・ラブレターズ、はい、コロンビアレコードよりベストアルバム、サザロンから全国リリースって9年に出してますね。はい、どこから調べたんですか？急に情報が、はい、ラブレターズになってファーストが11年リリースされてます。まあ それはまあ、プレスされてない CDR で、はい、まあデモとして出したのでちゃんとは出してはいないのかな。ちょっと出回ってはいるんですけれども、ちゃんとプレスして出したのは今回が初めてですね。あ、そうですね。はい、はい、そうです。持ち曲って言ったら結構あるんじゃないですか、うん、そうですね。サンデーズの頃から合わせると結構ありますよ。20、30近くあるんじゃないですかね。おー、すごい。その場合ってやっぱり昔のサンデーズの時の曲もやらないといけない、はい、一応やるようにはしてます。あのサンデーズでよくみんなにが知ってくれてる曲とかもあるので、やっぱりそれやるとお客さん喜んでくれるんですよ。そう、それで自分はやるように1曲だけでいいからやろうって話をしてて、はい、やるようにはしてますね。ライブでもいつも、はい、これってライブとかでみんなが知ってる曲って絶対アンコールした後にやるじゃないですか、うんうん、アンコールアンコールでデーンって入ってくるじゃないですか。まああれどうなんだろう。あれはなんで毎回アンコールの度にやるのかなと思って、あの終わる直前じゃなくて、な一回テンション無理やりみんな下げよう、一回下げようっていう魂胆が丸見えなんですよ、自分的には。あ、はい、まあ、一回引きを作ってるってことなんじゃないですか。あ、もうこれいつもコンサートイベント会社にちょっとガチでどういうことなんですかって聞こうと思って忘れるっていう。あ、そうなんだ。はい、どうぞキャメさん。そうなんだね、終わらせたけど。で、ラブレターズのライブが、はい、10月7日、はい、7日、8日、2days とありますね。今回出すことになったこのシングル有名人のレコ発ライブとなっています。ちょっと紹介してもいいですか。有名人とは UK ルート 2days という名前のライブになっていまして、来週土曜日2017年10月7日、宜野湾のヒューマンステージにて、会場が6時半開演が7時となっていまして、で、まあ、自分たちだけというわけではなく、ライブするのはザ・ラブレターズと七沢幽霊とザ・ユー ISW ザ・フィジカル・ズーの5バンドとなっております。はい、で、その次の日の日曜日なんですけれども、2017年10月8日日曜日、那覇のアウトプットにて、有名人とは言うけれど2日目という名前でやります。で、出るバンドが、僕たちザ・ラブレターズ、マーズ、リム、ファニーノイズ、インフェクションライツ、コーダケンジ&ザ・タイラーズの6バンドとなっております。はい、こちらも会場が、5時半、開演が18時、開演が6時で、まあ、両日前売り1000円、当日1500円の、入場料となっております。はい、じゃあニューシングル、有名人3曲入り、税込み1000円で発
売することになるので、皆さんお時間ある方もしよければ、遊びに来てください。来てください。で、有名もうラブレターズに名前変わったんで、はい、まあ、ファンとかもいっぱいいると思うんですけど、どうなんですかね。え、どうなんですかね。いないですか。まあまあいいねと言ってくれる方は、うんうんうん、はい、結構いてくれたりするので助かってますけど。有名人ですからね。いやいやいや、そんなことないですよ。なんせ久米線の CM ソングにも使われた曲、はい、オーシャンズ、はい、っていう曲が使われていたみたいです。そうですね、昔、結構前の話なんですけれども、やっぱりそれをやると喜んでくれるんで、一応はライブではやるようにはしてます、一応。あの時の CM の撮影って相当すごいですよね、はい、今流行りのあのこのストップモーションのやつなんで、一番先駆けなんです、うん、本当に。そう、本当面白い。あの CM が、映像付きの15秒 CM で、最優秀賞を取ったみたいで、あ、やっぱり県の、そうそうそう、そのおかげでちょっとそれに乗ってた曲っていうので少し知ってもらえてて、だからもうなんというかCM のあの映像のおかげですね。ここまで知ってくれてるのは、まあ、あれですよね。やっぱ曲って言ったら絶対 PV ってついてくるじゃないですか。たまに全然違う歌と内容が違うやつが乗っかってたりとか、海外の人結構そういうのあったり。知ってるバンド、あの OK GO さん。OK GO。あの宇宙空間ギリギリあの降りる時、あの浮遊するじゃないですか、その一瞬で PV 撮るんですよ、3秒ぐらいで。でなんかそう、風船に水入れてパーンってして終わって、その終わる、それを編集して PV3 分ぐらいの曲に仕上げるんですよ。だから一人一人浮遊してまた戻ってきてで終わりなんですよ。で何千億とか使ってるんです、それで。で、まあ、OK GO さん自体もなんか楽器とか作って出してるので、なんか一応あれですね、まあ、すごいバンドっていうことしか。今度流しますわ、音源を。ね、日本人が PV 作って賞取ってますよね。OK GO ですね。あの傘かなんか持って、うん、千葉かどっかの広い駐車場で。ああ、はいはいはい。なんか見たことありますね。なんかその時のビヨンセの PV も超えて賞取ったみたいなニュースになってたんですけど、すごい、うん、まあけどあれなんですよね、日本では そんなに有名にならないっていう話なので、あの自分もアビル・ラビーンのハローキティっていう曲が好きで、アビル・ラビーンが原宿に来て PV 撮ってるのに誰も騒がないっていう、多分みんなアビル・ラビーンって気づいてないんですよ、ね、ここにいると思わないです、ね、思わない。固定概念が、あの山手線から見えるとこで撮影してたらしいんですよ、うん、あ、外人さんいるやみたいな、みんな目線で、あの山手線の通り過ぎるっていう、本当に原宿代々木間の間ぐらいですね、うん、まあ、やりやすかっただろうね、この多分撮影クルーとしては。で、この俺の沈黙をどうしましょうか。有名人だったら何なんですか。有名私はさっきタックルって言って聞いてないなと。有名人だったらしい。有名人になったら、タックルじゃないですね。まず有名人になったらお家が欲しいです。リアルお家があって、そこにスタジオも音楽スタジオも作って、まあレンタル貸しで、レンタルでちょっとお金を稼ごうかなっていう。リアル夢、今スタジオって言った時に夢があるなと思ったんですけど、レンタルって言った時に現実になりました。まあそう、まあいろいろ残、あ、一応この今回あの琉球大学プロレス同好会で作ったんですけど、この T シャツを、あ、すごい、
部員が買ってくれなくてですね、めちゃくちゃ余ってるんですよ。で、今回ちょっとプレゼントしたいなと思いまして、持ってきております。お。多分最後に言うことを途中で言っちゃうっていう、今めっちゃ残念なことにしちゃったんですが。あ、もう大丈夫です。大丈夫ですよ。お願いします。差し上げます。これデザインはアッシーさんが。いや、デザインはですね、一応デザイナーの方に頼んで作ってもらってるんで。はい。多分デザイナーさんから後で直でちょっとお怒りの連絡が来ると思うんで。お前これ無料であげんなよって言われ、金取れって言われそうなんですけど。どうです。有名人の平さんは。いや、有名人じゃないですよ。有名人。有名人になりたくないんですよ。いや。そういうわけではない、はい、楽しく沖縄で長くやっていけたらなと思ってて、はい、で、有名人になりたいですか。自分はあんまりなりたくなくて、どこ行っても顔さされるだろうし、なんかね、車の中でちょっと何鼻ほじってても多分あいつがあんなことしてたぜみたいなとか、なんかちょっと生きづらくなりそうだなって思って、そう、あんまりその願望は全くないですね。今すぐ写真撮られますから。そうそうそう。佐藤健がね。佐藤健、みんなのアイドル佐藤健が何したんですか。あの記者会見で盗撮してもいいよっていう OK 出したって。あの新しい映画の時ですか。アジン。大変だろうな。大変じゃないですか。絶対。多分けど、OK だよってことはもう全部自分は完璧に仕上がってるからっていうことだろうと思うんですよ。体も本当に完璧に仕上げて映画撮影したらしいんで、あんな体になりたいなと思いながらも自分は。まず背伸ばした。まずはそこを言う。今隠したのに言います？まず身長。ちょっと身長言うとちょっと恥ずかしいんでやめてください。わかりました。すみません。楽しくやっていければいいと思う。はい、そうですね。はい。楽しければまあ何やってもいいってわけじゃないですけど。はい。そうですね。一番かっこいい生き方だなと。ありがとうございます。思ってます。楽しく。私もやりたいことやって生きていけたらいいなと思うんですけど。そうですね、もう流されるまま生きているので、今ちょっと人生後悔し始めてるんです。めちゃくちゃ早いですよ、マジで。なんかもうちょっとどうにかできただろうなとか、自分のやりたいことやればよかったなと思ってるので、みんなにはそういう風になってほしくない。そんなキャベツさん、この有名人のこのシングルに入って、この空はブルー聞いた方が多分なんか心がちょっと復活するっていうか、う、ね、はい、元気なる曲なんで。これは一緒に入って、有名人、はい、もちろんです、はい、入ってます、はい、空はブルーという、はい、あ、ぜひぜひ、はい、これはライブ会場ではないと CD は購入できないんです。そう、あ、まあ自分に直接言ってくれれば購入もできるので売ろうとしていや売りますよそれじゃあ後で、はい、よろしくお願いします。で、はい、そうですね。空はブルー。今聞き完全聞いてます。しました。もう次の曲は空はブルーなんだなと思いながらずっと。うん。あ、そうなんですね。お、わかりました。なのでバックミュージックで。一応なんていうのかな、よく。この大人になってても自分も30も超えてるんですけど、この年になっても何まだバンドやってんのとかいろいろ言われる時もあるんですよ。だけど、自分思うんですけど、バンドやってる人も、草野球やってる人も全く変わらないと思うんですね。草野球やってる人も小学校中学校高校と、野球やってる人が、普通に社会人になって、じゃあまた昔みたいに体を動かそうか野球しようかみたいな感じでたまにこう試合を組んだりとかして試合をしてるっていう感じだと思うんですけど、バンドも全く一緒で、
あの自分たちも好きで中学校から高校からやってて、それでそれが今ただ好きでやってるから今に至るっていうことで、うん、なんか特に何もやこの草野球やってる人とは、はい、変わらないですね。そうそう、楽しいことやってるだけなんで、はい、だからもしもあのこの今ちゃんとかいあの仕事もちゃんとしてて家庭を持ってる草野球をしてる方がいて、その人が、プロに行かないか内地に行ってプロに行かないかって言われたらちょっと悩むと思うんですよ。あ、絶対ない、はい、同じように自分たちもあの沖縄離れて、内地でもっと大きいところで活動しないかって言われたらやっぱり悩みますね。あの、まあ、メンバーの中にはもう、家庭を持ってる人ももちろんいるので、やっぱりね、そんなのしがらみとかいろいろあると思うから、やっぱり沖縄で好きなことを何好きなだけできるようなスタンスで音楽やっていきたいなと自分たちは思ってますね。やっぱあのそれがちょっと志低いのかどうかっていうのは、まあそう言われることもあるかもしれないですけど、でも長く楽しく続けたいなと思ってるんですよ。ザラブレターズは、はい、続けることは大事だと思う、はい、少しずつ少しずつですよね、もう本当に自分も一応いろんなことに手出して、で大体3日坊主で終わるんで、うんうんうん、本当に何かずっと続けたいなっていうことを今探してます。探しているところですね、はいはいはい、でキャベツさんはどうですか。そうですね、私も一緒に探します。この2人便乗派なんで。あそう何かこう続けられる楽しいって思える趣味っていうのもあれですけど、そういうの見つけきれるのがベースしたらあそうですね、復活しましょうかね。ラジオもあるじゃん。そうですとりあえず今あのもうほぼインテリアとかしてしまったフェルナンデスさんを、おいいベース使ってるじゃないですか。引きずり下ろしてうん、その横にはタルボが、お兄から言うとタルボがグレイのそうですね、まずはどこにしまったか忘れたアンプを、いいね、探します。私は楽器できないの、はい、楽器はできないですね。できないですけど、スピーカーのあれ自分でちょっと調節して作ったりとか、配線関係勝手に作って、あじゃあ裏方です。もう完全本当裏方です。一応私ピアノなんで、あの一応ちょこっと弾けるぐらい、あシンセサイザーちょこっと弾けるぐらいです。おあじゃあセッションできるじゃないですか。そういう裏方すごくこう、うん、似合ってるんじゃないかなって思う。で一応このまあちょこちょこ呼ばれて行くんですよ、いろんなとこに。で行って設営して、このまあその自分のイベント、仕事が終わって帰ろうとしたら、他のとこからもあの同じ会場の他の人から「音響さんなんで帰るの?」って言われて、その一つのイベントの音響じゃなくて全体の音響だと思われて「いや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 」って言われて、ずっと一人一時間残されたことがゲート2であります。残念だね。でも絶対普通の人側はできないですからね、こういう裏方っていうのは。ね、やっぱ表に出る人だけ目が行きがちですけど、うん、絶対照明だったり音響だったりがすごいじゃないですか。うんうんうん、なので私もあのライブ DVD とか見たらこうどこかなって見ますもん、最後のスタッフロール。はいはいはい、あやっぱりここかとか思います。そうなの、私だけですか。いや、その気持ち分かります。みんな見ません。分かります、はいはい、スタッフうわーって、え、見ません。見ますこれライブ DVD とか、あのその撮影のこの撮影してるチームの名前とかも見て、あ、そういえばこいつらかっこよかったなってまた覚えたりとかしますね。自分も一回 PV 撮影参加させてもらって、俺の名前だけ外されるって言ってうそーと思って、あのガチで部長からごめん、お前の名前入れ忘れたって、入れ忘れたって言われて、一緒に行ってもう完全に俺の名前外したでしょって部長に言って、
部長、うん、ごめん、うん、本当に入れ忘れた、本当に、本当にって3回言ってるんですよ。完全嘘じゃないですか。面白いよね、そういうところ。あの、フランこれ多分言って大丈夫だと思うんですけど、フランプールさんの星になれっていうセカンドシングルですね、の、あの、プロ、あの、プロジェクターで星の映像を出す、ぐるぐるまぐるって回りながら映像を出す、星の映像を出してるプロジェクターを貸してたので、でそれとあとはあの、そのフランプールさんが外の風景に走っているっていうちょっと難しい感じの映像出しをしてたので、それをやってて名前が出なかったっていう、いい仕事してるのに出ないっていう、それ評価されてないんだよ、もったいない、本当に、もったいないな。もうその時仕事を完全にもう、あ、もういいや、もう俺東京会ってねえんだと思って、こんなことあるんですね、忘れたって言われることが。これはいいかなって感じたんじゃないですか。そんなことあるんですか。ありますね、意図的といえばいろんなことがありますね。うん、世の中不公平ですね。世の中平等じゃないよ。なんだこの野郎ですね。うん、世の中不公平に来てるもん。そうなんです、不公平にできるんです。だから楽しむんだ。そうです。あの、自分とチョンタさんは完全にあのちょっと見た目オタク系、まあチョンタさんに悪いんですよ、オタク系じゃないですか、あの仕事で AKB との仕事があったんですよ、お前オタクっぽいから外すって言って外されたんです、本気で。ただ見た目だけじゃん、見た目だけっす、失礼な。でそこであの50代のおじちゃんが俺の代わりに派遣されるっていう、そっちの方が怪しくない？怪しい。そっちの方が怪しかった。え、オタクなんですか？え、オタクじゃない。全然オタクじゃないです。急に、え、オタクなんですかって失礼ですね。ごめんなさい。あ、いえいえ、大丈夫です。俺、あ、自分何でもこの吸収するんで、お、映画見るし、漫画見るし、アニメ見るし、ミュージックビデオ、洋楽、邦楽、全部、家で CS とかずっと見てます。あの、家からあんまし出ません。あ、家から出ないでほしいですね。で、平さんも俺は出ないが出ないが自分は結構外になんか いろいろ忙しくてよく外に出てますね。家に帰ることがあんまり少ない。もう寝て、風呂入って寝て、久々に今日昼ゆっくりしたかなくらいで、結構いろいろ出てることが多いですね。バンドのスタジオとかもありますし、まああの友達が飲んでるからおいでって言われたらやっぱそれも行きますし、え、リア充って言うんですかこれ。ちょっとあのいいなぁ、おめに。羨ましい。じゃあ今度こっそりついてっていいですか、飲み会。よろしくお願いします。じゃあその後ろこっそりついていくんで。いいよ。連携じゃあみんなで。いいなぁ。趣味とかっていうのは何かあるんですか。趣味、あ、はい、はい、趣味って言ったらちょっと地味になるんですけど、あのコーヒーが大好きで、自分あの豆で挽いてあの入れてっていうのをすごいやってて、あのこれを入れてあの部屋で音楽聴きながらあの窓をちょっと全開にして風、いい風吹かせてあの椅子に座ってコーヒーを飲むっていう時間がものすごくゆっくりしてる時間で、自分の中で。なるほど。はい、だから今日久々にそれやったんですよ。幸せでしたね、その時は。いいな、超大人だな。一歳しか変わらないのに超大人だな。コーヒーですね。一歳しか変わらないんですよ。あの何でしたっけ、あの見るやつと、はい、あと口が長い夜間会話。ああ、はいはいはい。兄の友達がコーヒー屋さんをギノワでやっていて、そこで買ってます自分。あ、そうですか。はい、そこで私も買いに行って、お、もしかしたらすれ違ってるかもしれない。山田コーヒー、あ、山田コーヒー、はい、あ、そうです。いつもおすすめを聞いて、その日のおすすめ、その時のおすすめを飲んでるんですけど、なんかバレンタインの時にはそれ用に甘いチョコ用に合うようなブレンドとかしてくれて、美味しそう。あっちすごいよ、本当に。沖縄の人がもちろんやってるんだけど、多分内地でいろいろと修行してたか、なんか、ね、
今コーヒーよりチョコレートがめっちゃ食いてる。あのこっちにスタジオにあるお菓子のなんかあるんですよ、ここにお菓子が横にあって、それ全部チョコレートさっき全部一人で食べました。チョコうめえと思いながら。ちょっと後でお菓子で徴収した方がいいと思いますよ。共通の趣味がコーヒーですね。コーヒー好きなんですよ。嬉しいですよ。で、それにちなんだこのマウカップ選ぶのも好きで。ああ。はい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 。まあよくまあなんていうかな、ずあの和風なマウカップも好きだけど、やっぱりちょっと洋風なやつの方が好きで、最近あのだいたい1000円くらいのやつを選ぶつもりでいつも買いに行ってるんですけど、あの100均が今いいなと思って。100均で久々に買ってみたら、100均なんかいい感じのやつ出てますよね。そうそうそう、色も超いいし、入る量も180cc くらいので、 150cc 入れたらちょうどいい、あの見た目になるんですよ、ちっちゃく。それを飲むのが今日はそれで決めてきました。こじんまりと、はい。自分はだいたい100均行ったらあのお化粧道具のとこ行きますね。何するんですか？あのプロレスのメイク用のやつ買って、一応からあの鏡の前で塗るんですよ。そしたら完全にオカマなんですよね。あれ俺ヒールなのになと思いながら、もう家でずっと化粧してたらおばさんになってました、ね。じゃあ今度メイクの仕方を教えてください。いや逆に聞きたいです、ね、逆に聞きたいですっていうか、俺メイクしないんでほとんど。じゃあ教えよ俺。もっと一番おすすめのコスメを教えていただこうか。もう秋だからオレンジ系で。なんかこの間イオンで口紅を買ったんですよ、メイク用で、うん、あの店員さんに入って渡すじゃないですか。店員さんがえって顔で、あなたが買うんですか、えって言われて、えと思いながらお金全部渡して、笑顔でありがとうございますって言ったら、なんかもう裏行くんですよ。裏行ってこそこそ話してる見えるんですよ。俺完全にオカマだと思われたらしくて、やっぱあの人はラメの新しい使ってったよみたいな。この店員さん失礼ですね。私だったらその場でガーって言いますけど。多分そのなりで行ったから、あのあれ今からあの始める人と思われた。まだこう、あの開花してないやつが来たっていう。これからあいつ化けるぞっていう。今からお洋服買いに行ったのかもねっていうお話だったかもしれないですね。まあ一応レディースつけれますけどね。あの意外と体も心もちっちゃいんで、足は着るな。レディースは着るな。まあ、着るな。いや全体的にちっちゃいですよね。あの足のサイズも測ったら 21.5 しかないっていう。あの私より小さい。ギネス出せるか出せないかぐらいなんですよね、完全に。ちょっとどうしよう、メンズもののカーディガンを着る私からさ。私肩幅がメンズなんですよ。私の肩幅を少し上げてもいいですか？はい、大丈夫です。肩幅、あの毎回リュックとかしょうんすけど、絶対ずれるんですよね、ぐにゅって。ずれながらもう直して、もうめんどくさいからこっちで止めるんですけど、こっちからもずれるんですよ全部。そうなんだ。はい、そうなんです。で、酔っ払ったらリュックを横にして横からこうかけてるんです。リュックを横からかけるんです。リュックを横にしてこうやって寝てました、この。パラシュート舞台にして寝てました。パラシュート舞台。5分を切りました。はい。最後にね、あのダブルターズ。はい。あ、よろしいですか。はい。はい。来週土曜日、10月7日ヒューマンステージで、有名人とは UK ロード2 days の1日目で、その次の10月8日日曜日では那覇のアウトプットで、ザ・ラブレターズの、ファーストシングル有名人のレコ発ライブ2 days を、開催いたします。もしあのお時間ある方、沖縄のインディーズ、かっこいいインディーズバンドを聞きたい方は、ヒューマンステージアウトプットに遊びに来てください。よろしくお願いします。来てください。今日初めてのアシー君。はい、はい、初めてです。
感想はめっちゃ未だに緊張してるっていう。え、すっごい緊張して早口というか何を喋ってるのかがわからないっていうのと、ずっと手が3つのステッカーをやってるんですけど、これどう喋っていいのかっていう。あ、これあのラブレターズさんからのプレゼントでステッカー3枚中1枚もらいました。ありがとうございます。1枚1 3枚中1枚私もらいました。じゃあ皆さんメールくださいってことで、キャベツさんメアドよろしくお願いします。はい、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは fm792@fm-nirai.jp です。懸命にねえねえ聞いて聞いてというふうに入れてくれるとありがたいです。お願いします。ラジオネーム忘れなく、よろしくお願いします。お願いします。あとこれもプレゼントしてます。これ何名様？これはですね、あのいろんな T シャツがありまして、あのなんとなくであげるんで7枚あります。 T シャツが7名様 T シャツ希望とメールにお願いします。あのご希望に添えない T シャツもあると思いますが、よろしくお願いします。今日ね、ゲストさんも来て、ありがとうございます。新メンバーも増えて、久々にキャベツ姉さん来ましたね。もうすいません、もう仕事がいいわけなんですけど。うん、でね、もう私も久々で緊張して足引っ張ってしまったんですが、申し訳ないです。喋、うん、りきれなかったけど俺。久々なんで。ちょっともう大人数あのイケメン男性陣に囲まれて。やったー。15年ぶりぐらいにイケメンって言われたし、話かぶったし、すいませんでした。でもおかまかもしれないんで気をつけて。え、これおかま、おかまかもしれないで終わる感じに今なったんですけど、うん、あ、最後にね、はい、あのお別れの挨拶があって、あ、はい、はい、なんかみんなで言う感じ、チャオーって言って、チャオー、あ、チャオー、はい、チャオ練習していいですか？いいね、はい、チャオー、チャオー、チャオせーの、チャオーって感じですか？あ、はいはい、わかりました、ね、ポーズはもうそれぞれ、え、それぞれの好きな、好きなポーズ、なんでもいいです。何でもいい、何でもいいんだ、何でもいいですよ。若干ポーサポーでもいいです。あのちょこ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 もうガチでピッコロ入れてくるとかすごいですよね。好きなんだなぁと思う。何でもいいですし、ゴムゴムのでもいいです。ジャンプが好きなんだ。伸びる系、伸びる系で、なるほどね。ってことで今週はこの4人、まあ、ゲストの平さんを入れてお付き合いくださいましてありがとうございました。はい。はい、で来週もね、この日曜日2時からやってますので、皆さん聞いてください。はい。はい。お願いします。最後にね、お別れしていきましょうか。はい。せーの、チャオ。チャオ。来週。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。すいません、一番最後に携帯が鳴ってしまう。すいません、めちゃめちゃなんか変な、いや、いい感じじゃない。お、なんか本番の方が声張らないな。これ直したいな、俺。ごもっちゃいます。ごもっちゃいますよね。俺やっぱ、何仕込んだ方が俺やりやすいな、俺は仕込んだ方がいい。うん、ちゃんと仕込み大事だね。組んでた方があれですね。そうそうそう、ちょっとズーが抜けててすごいテンパったんですよ。破れた。これ完全に。